ちょっとおじちゃんに教えてあげんといけんってちょっと妹が言ってたじゃないですか。それがあの昨日ちょっとお話しした父の男子部時代の友達で、うん、父が退店してもずっと仲良く、うん、あのうちに遊びに来て、うん、でもだから母とばったり会った時にもう嫁が会う、ああその人ね、思ってご飯も1週間に1回ぐらいこう大量に作って、 あとはこうどうぞみたいな、はい、だからまあ娘さんに、だからあそこも女の子2人で、上の子はあの、まあ、私らよりだいぶ年は下ですけど結婚したみたい、あしたね、上の子はなんかまあ就職での子行っとったんですけど、下の子がもうなんですよ、精神の、ね、あの子の自殺願望があって、うん、なんかもう飛び降りたいとかなんかあったって言ったよね、うん、だけどもそのおじさんも、もう出身なんですけど、うん、子供の頃からもね、学会も一つでもうすっごい真面目に頑張ってました、うん、もう私ら未来部担当で、私らもう少年部委員会いつも連れてってもらって、うん、でもまあ、あの出身で、まあ、子供の頃はもうずっといじめに遭ってたらしくて、うん、で あるからやっぱり余計そういうのがあって、うん、で結婚もやっぱりなかなかと、だから30何歳で結婚した、今は別にね普通ですけど、うん、当時はもう、ね、遅いみたいな感じでなかなかお見合いしても決まらず、でもまあね、その縁あってっていうか、まあ、今の奥さんと結婚できた時、まあ良かったねって言ってしてたのに、うん、なんか今離婚したいみたいな、かわいそうな感じで、もそこの団地ほんま不幸な人多いよね、人のこと言ってる場合でもないけどなんか本当に不幸な人が多いんです、うん、だからみんな作っていきましょうよ、団地だけじゃないよ、もうなんかね、あそこ学会員が多いけん余計そう、幹部が多いんか、それだけでもない、幹部が多いね、幹部通りって言うんですよ、あそこ幹部通り、そういえばそうだった、うん、一番上のね、通り、うん、幹部通りっていうぐらい学会の幹部が連なってて、うん、だから後頭部の子が自殺したのもあの団地だし、うん、で、一家全員うつでっていうところもそうなんですよ、うん、だからまあ息子が2人、いい働き盛りの年齢のね、息子が2人とも働けない、うん、で、自営でやってたんですけど、それもこの間潰れてる、うん、たまたま見たら、うん、で、まあ、長男さんが離婚したんして、まあ、だいぶ昔に離婚して子供はこっちが引き取ったけど、もうその子供が孫ですよね、うん、孫ももう病気をね、打つかなんかな、うん、だから中学途中から行けなくなって、うん、全然もうボロボロみたいですよ、うん、頭のいい子だったのに、なんか中学から行けなくなって、途中でなんかもう小学校4年生ぐらいの知能しかないみたいなことになったりとか、どういうことなの、よくわかんない、止まっちゃったってことかね、の何か障害が出たんですかね、よくわかんない、もともと頭良かったわけ、普通でした、すごい元気な子で、止まっちゃったんだよ、図朝七分ってこともそういうことだからね、あの要は脳の関係、精神の関係に病が出ますよっていう意味合いが、うん、ザーサ七分だからね、そう、脳、心、精神というのはザーサ七分って意味ですよ、脳のあれ出やすいってことですか、そう、学会のはそうですよ、要は脳腫瘍とか脳梗塞、アルツハイマー、痴呆、みんなその脳関係、消防、非暴ですよね、そう、消防、非暴、脳動脈瘤、そうですね、